昔英語の神様っていう人がいて、ちょっと名前忘れましたけど、歯間音読っていうことを提唱してたんですよね。でその人は英語の神様なんですけど、中学校くらいの比較的簡単なテキストを100回くらい読むんだと、音読で、それがすごくいいってことを言ってるんです。でこれは基本的にはすごくいいやり方だと思います。でなんでいいのかっていうと、これも聴覚イメージを形成してるんですよ。あるテキストを何百回も読むっていうのは、もうその音を何百回も自分の耳に入れてるのと一緒だから、聴覚イメージができるわけです。音の長期記憶ができるんです。 Jack Ramsey is a lonely little boy. Other children don't want to play with him because he can't speak properly and seems to be in a world of his own, ignoring them. They don't understand that he's autistic っていう、今私が何も見ないで言った文章っていうのは、ある BBC の教材に載ってた文章なんですね。で、私はこの BBC の教材を高3の時にずっと聞きまくってたんですよ。で、この今言った文章っていうのは、その CD の一番最初のトラックの一番最初のところなんです。で、ここだけ何回も聞いてたんですよ。それこそ何百回も聞いてたから、未だに脳内の再生ボタンを押すとそれがリピートされるんですよ。Jack Ramsey is a lonely little boy. Other children don't want to play with him because he can't speak properly.このなんかなんでカントなのかっていうと、それは BBC だからです。ブリティッシュイングランドです。He can't speak properly and seems to be in a world of his own, ignoring them. They don't understand that he's autistic. この抑揚もブリティッシュイングリッシュの抑揚なんです。このまんま脳内に長期記憶で保存されてるから。これって別に私、音読してないんですね。そんなに何百回も。じゃなくて何百回も聞いたんですよ。つまり、音読を、その歯間音読で何百回も音読するっていうのは、何百回聞いても一緒なんですよ、やってることは。で、どっちがいいのかっていうと、音読するより100回聞いた方がいいと思います。その理由は簡単で、自分の発音する英語っていうのは、訛りがあるからです。私もあるし、ほとんどの人にあると思いますよ、それは。だそれは、訛りのある、英語を何百回も聞くと聴覚イメージが歪んでいくんです。ネイティブが発音している英語の方がいいわけです。それは別にいいんです。イギリス英語はイギリス英語で、イギリスで英語でもアメリカ英語でもいいから、とにかくネイティブが発音しているものを聞けばいいわけです。それを100回聞けばいいので、私はその BBC のそのそれはニュースなんですけど、ニュースを編集したやつなんですけど、それを別にその部分だけ聞いたわけじゃないんですね。全部聞いてるはずなんです。でも、なんでその最初の部分しか覚えてないのかっていうと、これが前回の動画で言ったチャンクの問題なんです。全部のその5分くらいのものを提示されたとしても、全部記憶しきれないんです。だから最初の部分しか記憶できなかったんですよ。ジャック・ロムズィーから、That is autistic までしか記憶できてないんです。それは。チャンクがそこまでしかなかったから。だから、適切なチャンクで区切るっていうのは非常に重要なことです。だから、歯間音読っていうのは、まあいいんですけど、歯間音読をするんだったら、まず最初に聴覚イメージを作ってからじゃないと、歪むと思います、いろいろ。最初に何十回も聞く。まあ100回じゃなくても30回くらいその音声を聞く。で、脳内の再生ボタンを押して、もうそれが再生される状態になったらなるんですよ、これ。100回くらい聞くと。なってから音読するっていうのはいいと思います。で、問題は何かっていうと、音声がない場合があるんですね。じゃあ、昔使ってた、その英語のテキストを引っ張り出して、じゃあ、歯間音読しようって言っても、音声がない場合があるんですね。これは困ったことです。まあそういう場合は、まあ一つのやり方は AI に読んでもらう。まあ AI の英語もちょっと変ですけどね、ワードとかに打ち込んで自動音声読み上げとかにすれば、まあ自分の発音よりはいい英語になりますよ。でまた自分でも吹き込んじゃう、不完全な英語で訛りがあるけどもうそれでもいいって言って吹き込んじゃう。でその自分で吹き込んだ英語をひたすら聞く。
で、これをやるためには前提としてある程度、ネイティブと同じじゃないけど、ある程度ネイティブの発音に寄せた英語の発音ができるってことは大前提です。まあそれはある程度意識的にやらないとできないですけどね。まあでもポイントっていうのは結構限られてますからね。母音とか、まあ母音ですよ、一番大きいのは。あと L と R の違いとかね、そのくらいじゃないですか。まああとは全体の抑揚的なところとかありますけど、そういう教材っていうのがやっぱり少ないんですよね。まあ今のその小中高の英語の授業とかっていうのも聞く時間が極度に少ないんですよ。で、それはまあ当たり前っちゃえば当たり前で、授業でずっと音を聞くっていうのは退屈なわけですよ。それはそれは子供に喋らした方がいいわけですよ。だから repeat after me です。 repeat after me で喋らせたり、友達とのペアワークで喋らせたりするわけです。で、これがなんで問題なのかっていうと、これ問題なんですよ、大きな。で、なぜなら前回の動画で言ったように、その子供が、生徒が発する発音というのは不完全な発音なんです。不完全な発音、聴覚イメージができてない、発音の指導も不十分な段階でする発音っていうのを何回も何回もさせるわけです。じゃあ友達とペアワークしてる時に、友達が喋る英語も不完全だし、自分が喋る英語も不完全、全部不完全な状態でいろいろやらせるわけです。それをやればやるほど聴覚イメージが歪んでいくんです。だから問題なの。じゃあどうすればいいのかって言ったら、それはやっぱり家で聞かせるしかないんですね。家で聞かせるか、またはその1週間に何回か授業があるうちの1回をその聴覚イメージを獲得する時間にする。もうみんなタブレット持ってるんだから、タブレットにヘッドホンつけて、そのタブレットの中に音声教材入れとくわけです。で、そこでその進出単語とかフレーズとかっていうのを何十回も聞かせるわけです。そこで強制的に聴覚イメージを獲得させる。で、獲得させた上で、そういうそのリピートアフターミーとかペアワークとかやらせるっていうのはいいと思います。だからその前提が抜けてるんですね。聴覚イメージをまず獲得させるっていうところがすっぽり抜けちゃってるんですよ、今で。前回私は綴りはどうでもいいって言ったんですけど、どうでもいいんです例えばまあ、じゃあその聴覚イメージができたかどうかっていうのの一つの判断基準なんですけど、これはなんかそのアプリみたいのを作ればいいんですよ。だから簡単なミニテストみたいのをするわけですよね。ああ、まあこれアプリじゃないで普通に全体でやってもいいんだけど、例えばその ridiculous っていうのを言った時に、いくつかある選択肢の中からその ridiculous の意味に相当するものを丸させる。いくつかあるわけです、4択くらいにして。で、 ridiculous、 あああれだって言って、そのバカげているっていうのをマークできたら、それは OK ってことです。それは ridiculous っていう音を聞いてもう意味が分かってるわけですから、それで十分なんです。で、もう一個言えば、欲を言えば、 ridiculous って個々の生徒に発音させて、まあできてるかどうか。これある英語の先生がぐるぐるって言って、その人の名前忘れましたけど、ぐるぐるっていうやり方をやってる人がいて、もう今大学の教授になりましたけど、これもいいと思います。ぐるぐる、その評価はちゃんとするってことですね。評価っていうのはできてるかできてないかを教員が判断するってことです。で、これがないとダメなんですよ。これがないと生徒は不安になるんですよ。できてるかできてないか分かんないから。で、できてるってなったら、そこで達成感があるわけです。できてるんだって安心するわけです。で、できてないんだったら、それはできるように頑張ろうっていう風になるわけです。だからまあ家で宿題としてやらせるのが一番いいんだけど、まあ家に帰ると何やってるか分かんないんで、ずっと YouTube 見てるからSNS やってるような人たちだから、それは学校でその週3回4回あるうちの1時間を聴覚イメージの獲得に使う。で、そこで入れる。で、入れて、その次の授業の頭とかでその評価をするわけです。そのぐるぐるみたいな発音させるやつは最後の方でいいと思うんだけど、その最初の方の2回目くらいの授業で、だからユニット1の2ですよ。ユニット1の1はもう完全に聞くことだけに特化します。50分聞く。で、ユニット1の2では評価をします。だから、
で、リキュラスが愚かだっていうものが選択できればいいわけですよ。これフレーズもそうです、フレーズ。フレーズを、じゃあ教員が言いますと。Jack Ramsey is a lonely little boy. で、その Jack Ramsey is a lonely little boy っていうのの意味に相当するものを選ばせる。まあ、絵でもいいと思います、これ。その Jack Ramsey みたいなボーイが、なんかこうやってる孤独な感じの絵を選ばせればいいわけですよ。4つくらい絵を出しといて、あの絵でもいいと思います。まあその抽象的な内容になればなるほど絵にするのが難しいんですけど、まあ絵でもいいと思いますよ。あの小学校とかだったらもう全部絵ですね、これは。 The book is on the desk. The book is on the desk っていうこの音の聴覚イメージができてるかどうかっていうのを判断するのに、そのデスクの上に本が置いてある図とか、デスクの中に本がある図とか、4つくらい出しておいて、それを選ばせればいいわけ。これは、あの、簡単に作れますから、そういうテストっていうのは。で、欲を言えば、それは全部アプリとして、タブレットの中に入ってるのがいいわけですよね。そしたらもう教員は何もしなくていいから、それは。教員はそこから出てくる結果を見て、あの、フォローすればいいわけです。そのフォローするのが仕事だから。できてる子っていうのはもういいわけですよ。できてる子っていうのは、まあもともと英語の素養があるのか、なんかどっかに行って勉強してる子なのかわかんないですけど、そのできてる子っていうのはどんどん先生役にしてフォローに回せばいいわけです。あの回していいと思いますよ、全然。藤原さん、リクルートにいた人がなんかそんなこと言ってましたけど、できる子っていうのはどんどん先生役にして回せばいいと思います。あ、ユニット1の2で評価をする。で、評価をしてフォローをする。で、3、4ってどんどん進んでいくんですけど、その中で、そのぐるぐる、この発話させるやつですね。発話させるやつをチェックする。で、最終的にはその全部のテキストっていうのを暗唱させます。頭から最後まで暗唱させる。で、これって、すごい大事なんですけど、私はやった記憶がないんですね、全然。まあ、ちょっとやったかもしれないけど、高校生の時に。ほとんど中高の英語の授業で暗唱っていうのはさせられた記憶がないんです。でもこれは全部やってるはずなんですよ、国語の授業では。特に小学校、中学校でやってるはずですよ。あの、祇園精舎の鐘の声とかがそうですよね。竹取物語とか。今は昔竹取の桶なというものありきり、野山に混じりて竹を取りつつ、よろずのことに使いけり、なおばさぬきの宮津ことないいけるみたいなことはみんな覚えてるはずですよ。それはやらせたわけですよ、強制的に覚えるんだって言って。で、ほぼ全ての日本人がそういうことを言えるわけですよ。祇園精舎の仮の声、諸行無常の響きありとか、サラ僧侶の花の色調整する断りを表すとかっていうのを言えるわけです。それは中国だってやってますよ。中国だって投資とか全部覚えさせてますよ。でもなぜか英語ではやらないんですね。それは英語は外国の文化だからやらないんです。でもそれは本来覚えなきゃいけないことです。言語を獲得する上で絶対暗唱っていうのは必要なんです。でも日本人が暗唱させてるのは英語の英単語ですよ。英単語の綴りと意味だけを、訳だけを暗唱させるんですね。これは意味がないんです。で、それを覚えて役に立つのは読解だけだから、読解以外何の役にも立たないんです。それは塊で覚えなきゃいけないんですよ、言語っていうのは。塊で覚える、フレーズとか文とか文章とか、そういうもので覚える。それは言語の型っていうのを頭に移植する作業なんですね。で、最初は音の移植から始まるんです。全て音の移植っていうのは、一番最初は母音と子音ですよね。母音、子音、アクセント、中国語で言ったら声調、そういうものを記憶するわけです、最初に。で、次に単語単位です。だって、例えば、ridiculous っていう言葉だって、その ridiculous っていう単語を発音するためにいくつかの要素があるわけです。最初の R の子音の発音ができなきゃいけないわけです。この Q だって、中国語で言えば U の上に点々がついて U です。これは L です。less, s, s. この曖昧母音の、っていういくつかの要素があって、初めて ridiculous っていうのが発音できるわけです。
だから私は最初にその単語単位で50回聞かせるっていうのを言ったんですけど、それはもっと言うと母音とか子音単位で聞かせなきゃいけないわけです。最初は本来それは小学校でやることだと思いますよ。ちゃんと小学校っていうのは一番最初に英語を勉強するんだから、その最初のところでちゃんとその母音とか子音とか基本的なことはやらなきゃいけないんですけど、やらないわけですよ一切。でやらないで聴覚イメージが形成されてない段階でどん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 喋らせるわけです。ペアワークとかなんとか言って喋らせるんですけど、それは非常に危険なことなんですね。でそれはやるんだったらちゃんと最初に音の蓄積を入れないといけないよ。だってそういう風に教育をされてきた日本人がどうなってるのかって言ったら、まず一つは自分の発音にいつまでも自信がないわけです。日本人は英語が苦手だ、英語の発音が悪いっていうのを自分でも分かってるわけです。でそういう恥ずかしさがあるから発信できないわけです。全然そこに負い目があるんですよ、発音に対して。だから喋れないっていうのが一つと、もう一個は文が言語の型が頭に入ってないから喋れない。いろいろ単語は知ってるんですよ一つ一つのそのピースみたいな、ピースはあるんですね。だから難しい単語は結構知ってるんですよ。でもそれはあくまでピースだから、どこにはめたらいいのか分かんないんですよ、そのピースだけだと。でもパズルってある程度この何個か塊で固まってたら、もうどこにはめたらいいのか分かるわけです。それと全く一緒なんです。単語だけ覚えるっていうのは、その個々のピースだけがある状態なんです。それをフレーズとか文っていう形で覚えると、この塊でそのピースが存在してるわけです。だからはめやすいんですよ、いろいろ。例えば I like playing basketball だったら4つピースがはまってるわけです、もうすでに。だからいろんなところではめられるわけですよ。でこのピースがあれば、例えば He likes playing basketball っていうのも作れるわけです。まあその He の時に S がつくとかっていうのもありますけど、基本的な構造は一緒だから They likeLang basketball っていうのを作れるわけです。それは今言ったのは小学校レベルだからすごい簡単ですけど、結局同じことなんです。一つのじゃあ動詞っていうのがあります。で一つの動詞があったら、その動詞を使えるようになるためには、たくさんその動詞を使った用例っていうのを記憶しなきゃいけない。これは簡単な動詞であればあるほど多いんです。 Take, get, go, wantそういうのですよ。 make とか have そういうのものほど多いわけです。それは辞書を引けば無数に出てくるんですよ。で英検一級とかに出てくる難しい単語、英検一級に出てくるような単語っていうものほど用例は少ないです。それはほとんど使わないから、そんなの。英検一級に出てくるような単語を私は一緒に働いてたアメリカ人に言ったんですよ。こういう単語あるよねって言ったら、そしたら知らないんですね、その人知らないとか、そんな言葉使わないとかって言うわけです。その人はちゃんと大学出てるんですよ、ニューヨークの。でもそういう人ですら使わないような単語を英検一級とかでやってるわけです。まあ準一級もそうかもしれないけど、もっと下のレベルでいいんですよ。2級とか2級っていうか、もう準2級とかでもいいと思いますよ。だから中3の、私も中3くらいで準2級は持ってたと思いますけど、中3くらいの人が勉強するくらいのこの最下層または中層くらいまでのいわゆる基本的な単語についてちゃんと聴覚イメージを作る、正しく発音できるっていうことが一つと、もう一つはその言語の型を覚える、その別にそんな難しくはない、その単語がどういう風に使われてるのかっていうことですよ。だから It is a mischievous of him to put attack みたいなやつですよ。そういうものを数限りなく脳内に移植する。私が昔やってた基本英文700選っていうのはかなり問題がある参考書だ、今だから言うんですけど。でなんでかっていうと、あれコンセプトは非常にいいんですよ。コンセプトはすごくいいんだけど、すごい硬いわけですよね、表現が。すごく古い論説文とか、なんか格言みたいのから取ってるんです、あれ全部。で、硬いし、その一つ一つの動詞とか、
形容詞とか副詞とかそういうものの用例を学ぶためのものじゃないんですね。もっと骨格的なものだけを取り出してるんです、構文を。じゃなくて、ああいうんじゃなくて、もっと柔らかいものでいいんですよ。もっと基本的な単語について、それがどういうふうに実際使われるのかっていう、そのピースがいくつかかまさった段階の短文、例文っていうのを暗記させるべきです、それは。で、それは文科省が作ればいいわけです、そんなの。例えば小学校だったら100個くらいでいいと思います。まあ100個でも多いかもしれないけど、100個、中学校で300個、高校で300とか指定する文科省が。で、それを全部覚えなさいと。で、そっから出せばいいわけですよ。高校入試とか、センター試験、共通一次とか。そしたらやりますよ。だってそれがそこから出るんだろう。そこからしか出ないんだから。これはかつて英語教育論争で渡辺章一が言ってたのと全く一緒なんですよ。渡辺章一は、その聖書とか、まあ、彼が好きな大昔の、その格調高い名文を全部暗唱させて、全部っていうかその一部を暗唱させて、そこから出せばいいって言ったんですよ。入試問題を。そしたらいろんなものに手出さなくて済むから。で、それは確かに、そうなんですけど、古いんですよね。聖書も。渡辺章一は古いものが好きな人だからそれでいいんですけど、まあ今の人はそういうのに興味がないから、ね、古くなくていいと思います。普通に柔らかい英語。それを指定するんです。で、指定することが大事なのは、指定しないと範囲が広すぎて何やったらいいかわかんないんです。今、参考書があまりにも多いんですよ。世の中に出てる。で、何をやったらいいかわかんないわけです、結局。だから、もう一個指定して、これ全部覚えなさいって言えばいいんですよ。私が中学生の時にやらされてたのは、スペリングコンテストっていうのがあったんですね。まずこのスペリングコンテストっていうイベント自体が、日本人の英語感を非常に如実に物語ってます。そのスペリングコンテストっていうのは、なんか、put up with みたいなやつですよ。慣用句っていうか、連語、その時は連語って言われてましたけど、put up with みたいな、そのなんかいくつか動詞となんかくっついてるようなやつを全部書くんですよ。100題くらい。で、それって、それはそれでいいと思うんですけど、それができたからって日本人の英語力上がらないよねって話なんですよ。で、私がやるんだったらこうやります。私がやるんだったらこうやります。で、プットアップ上ではいいですよ。プットアップ上でで。で、それは教員が言うんです。プットアップ上でって。ネイティブの ALT が言うんです。プットアップ上で。言ったやつを書かせればいいんですよ。そうしたらこれリスニングの力つくじゃないですか。プットアップ上でって言って書かせるならいいと思う。でも、もっと言うと、そのプットアップ上でだけ覚えてもしょうがないわけですよ。それは。ピースだから。まあ、プットアップビザは確かに3つですけど、その働きとしては1つの単語と一緒なわけですよ。それだけポンってあってもう使えないわけです。ちょっと大きいピースなんです。じゃなくて、例文で覚えさせる。まあ、ちょっと今例文が思いつかないんですけど、私が今例文が思いつかないってこと自体が私の英語力の低さを物語ってるんですよ。じゃあ、プットアップビザってどうやって使うの？ちょっと例出してって言われただけでポンポン出てくるのが本当の英語力です。そういう力を身につけさせなきゃいけないわけですよ。だから、そのプットアップビズをスペリングコンテストに出すんだったら、短文で出す。必ず短文で出す。で、それも日本語訳があって、それを英文に翻訳させるんじゃなくて、言えばいいんです、こっちが。こっちが発音したものをそのまま書かせればいいわけです。それもスペリングコンテストになりますよね。ただ、日本語から英語じゃなくて、音を文字にするっていうそのプロセスです。でもやってることは一緒です。それはスペリングコンテストになりますよ。そういう風に中学校の文化っていうのもなっていけばいいと思います。まあなってるのかもしれないけど、15年前私が中学生だった時はそういう世界ですよ。それは英語できませんよ。だってそこには音が何も介在してないから。日本語があってそれを英語にしなさいっていうのは何にも音がないですよ。それって江戸時代と変わらないし、1500年前と何も変わってないんですよ。音が一切ないんだから。まあ当時、私が中学生の時っていうのは先生が
まあ、当時はテープだったんですけど、テープレコーダーみたいなの持ってきて、たまにその英語の歌を流してくれるわけですよ。Heal the world とか、Heal the world, make it better place。 私が make it better place って言えるのは、それは何回も何回も聞いたからです。それをだからそこだけは長期記憶に入ったんですよ。だからその意味では良かったと思いますけど、それ以外の場面で、じゃあそのテキストとか吹き込んだ音声を聞いたのかっていうと、一回二回は聞いたかもしれませんよ。じゃあ聞いてみようとか言ってやるわけですよ。じゃあネイティブが発音してるのがあるか聞いてみようって言ってポチってやって一回聞くわけですよ。で、じゃあもう一回聞こうかって言ってもう一回聞くわけです。終わり。二回しかテキストの音読を聞かないんです。あと何やってんのって言ったら文法の説明とかですよね。文法を先生が黒板に書いてそれをノートに移すとか、なんか単語の小テストはスペリングですよ。スペリングの小テストとか、あの友達とのカンバセーション、そこに全然音の蓄積がないっていうのがこれでよくわかると思います。純粋にそのネイティブの音を聞く時間っていうのがすごく少ないんですよね。その45分50分の中で圧倒的に少ないんですよ。多く言って10分くらいだと思いますよ。その4倍5倍の時間は違うことをやってるわけです。まあそれでもいいのかもしれないですけど、まあ、そういう授業をやるんだったら最初に言ったみたいに、その1時間は聴覚イメージを作る時間に当てるとか、家で宿題として聞いてこさせるその音源をっていう風にすればすごく変わると思います。で、今言ったのは小中高の話なんですけど、これっていうのが全く大学以降の第二言語習得、つまり英語以外のものです。でも全く同じことが当てはまるわけです。まあ、ある先生がこうやってヘッドホンつけてたら自動的に中国語が喋れるようになる装置を開発したいって言ってたんですけど、それは開発できると思います。あの、私が言ってることをやれば開発できますよ。それはそれをずっと一日中聞くんですよ。一つの単語とか一つのフレーズとかを一日中聞くわけです。例えば中堅の3級とかっていうものに必要な語彙っていうのは限られてるわけです。検定試験っていうのは語彙の制限があるから、それより難しいものは出せないんですよ。だからそれを何十回も聞かせればいいわけです。一つのじゃ例えば500個だったら500個の語彙を50回聞かせるわけです。で、そのそれぞれの語彙がどのように使われてるのかっていうその用例があるわけです。で、その用例をピックアップするんです。一つの語彙について、例えば5個文章を作る、文を作って、それも50回聞かせる。まああとは定型的なやり取りとか挨拶文とか、そういうのを全部ひっくるめると、まあ1000文、それを50回聞かせる。それをひたすら毎日1日5時間くらい聞いてれば、多分1ヶ月で中堅3級は取れます。まあかなりきついですけどね。それってだって乳幼児が、あの、目も見えない段階からっていうか体内にいる時からずっとやってることを圧縮してやるから、それは大変な作業ですよ。でもそれを1日5時間くらいこうやってヘッドホンを当てて聞いてれば、中堅3級は取れると思います。それは、まあ、可能っちゃ可能です。可能っちゃ可能だけど、果たしてそれをやる人がいるのかっていうのはまた別の問題です。あの、その英語教育論争で平泉さんっていう、あの、平泉清の息子は、それは全ての国民には不可能だから、その一部のエスタブリッシュメント、すごい熱意のある人だけをガッと集めて、まあ夏休み長期休暇とか土日とかにガッとやればいいって言ったんですけど、それはそうだと思います。あの、全ての人にそれはできないので、いや、そういうことはやりたいっていう人ですよね。やりたいっていう人をにそのヘッドホンをつけさせて、その教材を聞かせ続ければ1ヶ月くらいで中堅3級は取れると思います。まあその後、その
中級3級っていうのは初級ですから、その初級が終わった後、その中級に行く過程とか、中級から上級に行く過程っていうのはまた別個プログラムを組む必要がありますけどね。そこが課題なんですよ。第二言語、大学以降における第二言語っていうのは、初級はある程度できるんですけど、初級から中級に行けなかったり、中級から上級に行けないっていう課題があるので、そこは別個またこれから考えたいと思います。